この長い長い下り坂を君を自転車の後ろに乗せて、夏が近づいてきましたね。気が早いですか？東急ツアーの榎並です。今日は爽やかなコクが味わえる豚肉のソテーバターポン酢ソースかけを教えていただきます。フードコーディネーターの相良さんです。こんにちは、フードコーディネーターの相良です。よろしくお願いします。お願いします。今日使うポン酢は東急ストアオリジナル、爽やかに柚子が香るまろやかな四万十柚子のポン酢醤油です。はい、じゃあ調理スタートです。はい、スタートです。まずミニトマト4つです。はい、はい、これは添え物に使いますので食べやすいように半分にカットしてください。はい、こちらのベビーリーフはもう洗って水切りしてあります。はい、切り込みを入れていきます。はい、筋とかよくわかんないんですけど、油のところと赤身のこのお肉のところの筋があるので、はい、そこを切っていきます。それを切ることでお肉でどうぞ、そこの筋が加熱されるとこうキュッとなって縮んでしまって、でこういう厚みのあるお肉とかもこう反ってしまうので、反り返し防止のために筋切りをしていきます。私よく反ってますそうですよね。筋とか知らないです。意外とサクサクッと音がするんです。はい、両面、はい、お願いします。はい、サクッてします。うん、そうなんです。こんな感じですかね。はい、お肉に塩コショウをしていきます。はい、塩少々お願いいたします。コショウです。はい、豚肉を焼いていきます。フライパンにサラダ油大さじ1です。中火でお願いします。はい、中火。はい、温まったので食べるときにお皿の上に乗っけるときに表面に来る方を下に入れてください。表面に来る方を下に下に下に。そう、どうですか？いい感じですか？あ、いいですね。はい、はい、今度はフライパンがもう温かくなっているので弱火にしていただいて、はい、そこから必要なお願いします。はい、これは焼いてる間は動かさない方がいいんですか？動かさない方がいいんですけど、気になる人はね、ちゃんと焼き目をチェックしてくださいね。なんか心配なので気をつけてください。はい、脂身があんまり得意じゃない方は脂身をね、下にしてお肉を立ててそこをしっかり焼いてもいいと思います。脂身割と苦手です。あ、じゃあ1分半経ったらお肉を立てて焼きましょう。はいはい、そしたらです、お肉を立てるようにしてトングで、よいしょ、そうです、そうです、はい、お肉一緒に2枚、そうです、そうです、それで、そう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 、で、ちょっと火を強くすると脂身が苦手な方はこうやって最後しっかりね油焼いていただいて、油焼いてる分にはそんなに火が入らないのでお肉はしっとり焼き上がりますのでご安心ください。危ないです。そうしましたらアルミホイルで蒸していきます。熱の伝導率がいいアルミホイルで包むことで余熱で中までじっくり火が入っていきますし、包むことで余分な水分が蒸発しないのでしっとりと蒸し上がります。しっとり、はい、大丈夫です。はい、はい、じゃあ蒸してる間にソースの方を作っていきたいと思います。まずキッチンペーパーで余分な油を取っていきます。豚のね、臭みがそこに残ってますので取っていただいて、ただ旨味も残ってますので洗わないっていういつもの方法ですね。バターです。 20g です。中火でお願いします。バターが半分ぐらい溶けてきたら、こちら四万十柚子の醤油ポン酢です。大さじ4です。これどのくらいになるまで？そうですね、そうやってくるくるしてとろみがつくまで。今回はバターを柚子の醤油ポン酢に入れるだけで簡単にできるソースですので、おソースのとろみぐらい感じで加熱して蒸発させていきましょう。うん、ソースがいいですね。そろそろ冷えると、はい、またさらにとろみがつくので。じゃあさっき蒸した豚肉を切っていきます。はい、食べやすい大きさでお願いします。柔らかい、こんな感じ。ピンクでジューシー、しっとり蒸し上がりました。はい、じゃあ盛り付けていきます。はい、じゃあまずね、添え物の、はい、ベビーリーフ、ベビーリーフ、はい、
トマトは2個分ですね、1人分は。で、お肉。お肉。乗せていきます。トロトロのソース。はい。かけていきます。いいですね。爽やかでコクのある豚肉のソテー、バターポン酢ソースかけ、出来上がりです。いい香り。美味しそう。今回使ったポン酢は東急ストアオリジナル四万十柚子のポン酢醤油です。四万十流域で育った柚子の果汁とカツオと昆布のお出汁、本醸造特級丸大豆醤油と薄口醤油で柚子に負けない醤油感が楽しめます。おさらいです。豚肉の筋に切り込みを入れて両面に塩コショウをします。フライパンに油を敷いて豚肉の片面を中火で1分半、もう片面を弱火で1分半焼きます。豚肉を取り出しアルミホイルで包み余熱で蒸します。フライパンの余分な油を拭き取り、バター、柚子ポン酢を加え、とろみがつくまで煮立たせます。豚肉を食べやすい大きさに切り、お皿にベビーリーフ、ミニトマト、豚肉を盛り、ソースをかけたら出来上がりです。今回ご紹介したレシピはファミリー109、6月号に掲載されています。ぜひ店頭でチェックしてみてください。東急ストアのホームページ内、ファミリー109ページでは、あなたの料理のお悩みを募集しております。採用させていただいたお悩みは、ファミリー109の冊子やこちらの動画で回答させていただきますので、相良さんこれわかんないなんてことがありましたら、お気軽に書き込んでみてください。